フェラーリ2021年型18インチタイヤでテストを実施。2月8日フェラーリはヘレスサーキットでピレリの18インチタイヤのテストを行いました。テストには改良を加えた2019年型マシンの SF90 が使用され、シャルル・ルクレールがドライブし、気温20度、路面温度25度のコンディションで午前中に53周、午後に77周を走行し、合計で130周を走り込んだと言います。はい、はい、18インチタイヤのね、はい、本格的なテストが始まったということですか。そうですね、はい、いや、まあ、去年のうちにもうすでに3回やってたんですけど、うん、他のチームが、うんうん、まあ、2021年に向けて、うん、まあ、もっとさらにこう進んでということで、うんうん、はい、まあ、2020年型のマシンが出る直前ですけど、なるほど、なるほど、はい、まあ、うん、2019年型、うん、まあ、いわゆるミュールカーってやつですね、はいはい、2021年型の車レギュレーションの、うん、まあ、エアロがどんな感じかとか、はいはいはい、まあ、足回りどんな感じかっていうのを、うん、まあ、ちょっと想定した改良を加えたもので走ってると、うん、まあ、それによってピレリさんにデータを提供するという形で、うん、あの写真見るとあのホイール、うん、まあ、18インチなんで大きくて、うん、まあ、スポークの間が結構空いてるんですよね、はいはいはい、でその中、まあ、今までだったらこうブレーキディスク13インチだからスカスカなんですけど、うん、まあ、ここにちゃんとカーボンのカバーがついてて、うん、あんまりこうスカッとは見えないと、なるほど、割とかっこよい感じには仕上がってましたけどね。ああ、そうなんだ、うん、まあ、そんなに違和感はないかもしれないですね。あ、 見た目上のね、うんうん、まあ、あと走ってもまあ別に特に問題もないみたいだし。ああ、そうなんだ、うん、なんかね、13からあの18だから、なんかこの縁石とか走るというなんかものすごい揺れるような硬くてそうそこまではタイヤ自体が柔らかくないんじゃないですか。ホイールがね、ババで結局扁平率が薄くなるわけでしょ。はい、そうすると内圧が高くなるってこと、まあ、高くしなきゃいけないかもしれない、うんうん、だからだいぶ乗り味が変わるってことだね。まあ、そうですね、ドライバーの感覚的には、うん、まあ、それを乗り味が変わらないようにサスペンションを変えるのか、うん、ああ、そういうことね、うん、どこまでそれをやるのかっていうところですよね。ああ、なるほど。運転手としてももうちょっとこういう乗り味のがいいよみたいな話にもなる。本当にそこがゼロからのスタートになるから、まあ、F2 が今年使うんで、そのフィードバックも結構大切なんじゃないですか。だから足回りの作り方だよね。だから前のイメージに近づくような足回りを作るのか、うん、新しい、うん、ところ、だからドライバーの感覚も違うだろうね、はい、だからどっちが好きみたいな、うんうんうん、まあ、クイックな、キャッて回る方がいいか、ね、ふわーっと回っていく方がいいかみたいな。だからあの今回もそうだし、まあ、うん、去年の年末にもね、アブダビでメルセデス走ってましたけど、うん、こういうのって基本的にはピレリのテストであって、はいはいはい、そこに車をとあと人員を提供しているだけで、うん、チームはチームのテストはできないんですよ、うん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 、だからチームがなんか機材を設置して、うん、あのデータを収集するとか、うん、そういうのは一切できなくなってる、うん、あ、なるほど、機材はピレリが持ってきたものだけ、まあ、そうですね、うん、あ、なるほど、チームはあくまでも車とドライバーを渡すだけと、うん、であのピレリからもうセットアップ自体もこういう風にやってください、うん、じゃあ次このセットアップで、うん、次このセットアップでって全部指定されて、もうその通り走るだけ、はいはいはい、うん、チーム側は何をやってるかも知らないし、タイヤが変更されても交換されても、うん、どのタイヤなのか何なのかも全く知らされない。あ、そういうことなんだ、うん、だからあの基本的にはテストをやっても得るものはないですよっていう体にはなってるんですけど、あ、定にはね、定にはなってるけど、うん、でももちろんそれはドライバーは18インチのタイヤ乗ってみれば、うん、あ、こう違うね、あ、違うねって分かるわけじゃないですか、うん、じゃあもうちょっと車こういう風にした方がいいねっていうのも分かるし、うん、なるほど、なるほど。であのデータ取れないとはいえ、うん、ECU のデータロガーにはデータ残るんで、走行データは、あ、ね、これはチーム持ってますから、うん、まあ、そこから得られるものって絶対ありますよね。うーん、だから早めにもちろんテストやった方がいいよ、それには越したことないんで。なるほど。だからメルセデスは去年の12月、うん、アブダビグランプリの後にもう18インチのタイヤで走ってるわけですよ。あ、なるほど。だからもう2021年型の車もう基礎開発できてますよ。あれ F2 のタイヤと全く同じタイヤなの？まあスペックは多分違うと思いますね。サイズは全く違う。サイズが多分違うんじゃないかな。あ、タイヤの外形的に違う。外形は同じですけど、うん、多分リアタイヤが F1 ほどワイドじゃないと思います、ね、うん、あ、そういうことね、うん、ホイール系は一緒だけど、うん、F1 はやっぱりパワーが大きいんで、うん、前後のバランスとしてリアが大きくないとダメなんですけど、はいはいはい、同じバランスでやっちゃうと普通の場合はパワーで負けちゃうらしいんで、なるほど、だから多分前後のバランス取るためにはリアがちょっと細めっていう仕組みになってるんじゃないかと思いますね。うん、まあ、なのでフェラーリ
もここでようやくテストをして、うん、まあ、2021年タイヤ、うん、18インチのフィーリングを、まあ、ルルルちゃんが、うん、当然2021年に乗ることが決まってる方のドライバーが、うん、乗ってフィーリングを確かめて、もう当然今マラネロではもう2021年の車やってますから、うん、もちろんそこにフィードバックされるわけですよね、うん、じゃあベッテルまた買ってつながったんだよそういう人昔いたよね、プロストか、プロストでしかもあの3月5日にもまたフィオラノでテストするらしい、ね、うん、まあ、こっちはウェットテストですけどね、うん、フィオラノってなんかちっちゃいんだっけ、ちっちゃいサーキット2キロぐらいですね、うん、あ、そうなんだ、うん、まあ、ウェットにやっぱできるところじゃないとできない、うん、あ、あの人工的にね、あの散水車タンクローリーみたいなので水撒くのか、うん、例えばポールリカールで今年何回かテストするのもウェットはポールリカールってこう、うん、もうスプリンクラーが埋まってて自動で水撒いてくれるんで、あ、そうなんだ、結構僕もあの昔アブダビでそのウェットテストやった時、うん、見ましたけど、うん、やっぱすぐ乾いちゃうんですよ、濡らしても濡らしても濡らしてもやっぱ30分ぐらい走ったらもう全然乾いちゃうんで、はいはい、うん、あ、じゃあ散水車じゃダメなんだ、ね、なかなか大変なんですよ、うん、またスプリンクラーがついてる方がいいんだ、うん、シャーって、路面だけは濡れてて体感的には晴れてるってことだよね、そうですね、また不思議な感じだよねまあでもウェットタイヤとかね、インターミディエートとか開発しなきゃいけないから、それはそれで大変ですよね、なるほど、まあ、今年というか、まあ、2021年型タイヤのテストはまあ合計25日間あって、うん、あ、結構あるね、はい、まあ、今までその翌年に向けたタイヤ開発ってまあ実際やってたし、うん、同じようにピレリテストとしてチームがこう車とドライバー出してっていうのをやってましたけど、うんうん、今年は特にやっぱ力を入れてあまりにガラッと変わるんで、うん、なるほど、うん、しかもまあ、あの今年みたいにやっぱやめた2019年タイヤのままでいいやっていうわけにはいかないですからいかない、ね、来年は、うんうんうん、だからまあちゃんとしたものを作んなきゃいけないんで、これあれだっけ、若い子乗せなきゃいけないんだっけ、いやこれは大丈夫です、ね、これ大丈夫、うん、これはちゃんとしたドライバーの方がいいと思いますよ、うん、あのチーム的にもいいし、うん、ピレリ的にもやっぱギリギリまで走れるドライバーの方がいいですよね、うん、なるほどね、うん、だからあの本当に実戦に近い形でということで、うん、これ今年はだからグランプリが終わった後の火曜日水曜日で2日間テストをやるっていうパターンがいくつかありますよね、そうなんだ、バーレーンと、スペイン、オーストリア、うん、イギリス、そして鈴鹿、お、すごいじゃん、じゃあは火曜日水曜日走りますんで、あ、じゃあ楽しめるね、うん、みんなね、はい、うん、みんな走れるかどうか分かんないですけど、うん、あれ一般の人も見れるでしょ多分、たまたま行けばあ、公には入場 OK と言わないんだと思いますけどね、どういう風なその仕切りでやるか分かんないですよね、うん、完全貸し切りでクローズドでやるのか、うん、まあ、通常の、うん、あの入場料払っていけば、まあ、観客席は見れるかもっていうかもしれないですね、うん、なるほどなるほど、うん、まあ、ハースが走るらしいですけどね、うん、あ、全員が走るわけじゃないんだ、そうです、大体基本的には1チーム、まあ、2チーム3チームの時もありますけど、ああ、そういうことね、うん、うーん、まあ、ハース小松さんいるかもしれないね、そうだね、はい、小松で、うん、小松さん撮影会、小松さんトークショー、小松さんディナーショー忙しいねテストが忙しいと思いますもしくはあのその前の週末に、うん、あの2人ともクラッシュして車ないとかね、なきゃいいんですけどね、あ、それちょっとワンチャンあるかもね、違う、そんなに2020年型では走れないと思う、あ、そう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 、多分ね2019年型に、あの、会場を加えたもの、ハースは持ってくるってことね、まあ、そうですね、まあ、そういうのってピレリがお金払ってやるんですよね、でチームに対してもかかった費用は全部払うっていう、なるほど、まあ、それだけやっぱお金かかってるんで、うん、土壇場で去年のタイヤでいいやって言われたら困るんですよふざけんなってやっぱなりますよどんだけ金かかってると思うんでんだっていうねえ、なんか本当、なんかもうそれ最初から言ってよって、ね、うん、なんかこうピレリの苦悩みたいな、なんか一冊本が書けそ う, そう、まあでもパスタが美味しいからいいやな、ね、最後まあでも今日のパスタ美味しかったからいいや、うん、ちょっとあのピレリの憂鬱ってなんか本書いたら憂鬱なんてないですかまたあんなことやれてめんどくせえなーって、まあでもショーとして面白くなった方がいいっしょっていう感じです、あの本があのなんかこう断ることにはレシピがこう毎食べ物のチャプターごとの切り替わりが、そうそう、レシピが入ってくるってこれ料理本みたいなそっちのが人気になっちゃ う, そ う, そ う, そうミシュランガイドみたいに、そうそうそう、なんか新しい料理本っていう、車好きもなんか思わず買ってしまうっていう嫌なことがあってもこのパスタ作れば幸せみたいなね、なんかそう、あ、ちょっとそれいいかもね、ぜひね、あの皆さんも作ってって言えば作ってくれると思うんで急
ピレリのシェフに聞いて、ピレリのシェフに聞いてね、はい、楽しみにしたいと思います。ということで、ピレリのニュースでございました。はい、ありがとうございました。